どんどん三大食家、貯水量、そして応用順、そして具前なそれぞれの、会社の筆使いの違いを、見ていきます。字の、形の取り方も違うということで、この懐という字を、まず今日はね見ていこうと思うんですけれども、同じ会社でもこれだけ違うのかということと、逆に今等の時代であるからここは共通かとかね、いうことがあると思うんですけれども、まずこれ、貯水量の、字です。一心弁がこうあって縦画があり、そして かなりこう寝ます。でこうあるんですけれども、でこのうち五葉樹がどう書いてるか、旧石器冷戦名ではこうです。しっかりとした縦画、アーチの形そんなに極端には違わないんですけども、線の太い細いの差、こう反ったりする、ところの差はやはりありますよね。応用順ですから線は比較的直線的。じゃあこれが具線難になるとどうなるかなんですけれども、ここにあります。辺と作りの間が広く空きます。意外と横幅を広く取るのがグセナの格子平等比なんですね。だから格子とかっていう丸みを帯びた字ばかりじゃないんですよね。こう幅を広く取る、特に右下へ大きく張る、よく長い右払いなんかこうあったりするんですけど、まあ、それとともにこうやって右下へこう大きく出るという点画の配置の違いというものがまず、あります。それから、次紙の字いってみましょう。貯水量が当然幅広く細い線を使いながらの、けれども、それに匹敵する応用字の旧石器冷戦名の中に真の字が確かなかったか
どうかあったか。うん。あ、ありましたね。ここにあります。かなりこの角が、右上がりが強いと。で、もうすぐこう反り上がるような角と、しっかりとした縦角と。さあ、グセナの、紙の字はいくつか出てきているんですけれども、どこの、字を取るか。まあ、基本的には、グセナは辺と作り、開けるんですけれども、紙文字最初の、ところでもこうあるんですけれども、もう一つね、いい位置があるんですけれども、示す辺がですね、これちょっと ここがちょっと止まっちゃってる位置なんですし、なおかつこれがね、少し傾いているんで、もう一つね、バランスのいい字があったんですけど、もし後で見つかったら、ご覧いただきたいと思うんですけれど、これほどね、右上がりきつくないですし、ここ少し、ゆったりめに書くんですよね。これと次にお見せしたい字がですね、風の字、です。こう書風水月って、小牧市の修辞商業場にも出てくる、ところですけれども、この風の字なんですけれども、まず貯水量が書いている風、このようにここの、曲がりが、他の2人とやっぱり大きく違うんですね。で、応用順の風は、ここにあるんですけれども、いかにもこれが、応用順のね、構成向かうちょっと、配性、応用値が配性ですね。で、グセナが構成、その差が出るうちなんですけれども、真ん中でこう締めるといううちの形、
を取ると、さらにこれも、ここに合わせて反る形、それに対して、格子鋲銅比では、何回も、関税の字出てくるんですけれども、まあ紙の字がここで出てきました。これまた後で、時間があれば紹介したいと思うんですけど、ここにも、紙の字あったんで後で、見せましょう。で今風をで、ここの、風はですね、これ、生成本なんで、完璧に、無線量の、字ではない、近いんですけれど、後で補われた字なので、できれば、無線量の質という点では、ここの、風、それから、ここの風、まあ、どちらでもいいと思うんですけれども、少しずつ左へ向く。で、中を、目いっぱいにしないで、左右、余白を残して、余白を残すのと、これを、少しずつこれに合わせて左へ持ってくるという構成の仕方をしています。こういうつける、離す、力を抜いて払うとか、軽く止めるとか、ギュッと止めるとか、ソールとか、こういう違いがあります。こういう違いはやはり大きいですね。で、あと、この行の字が、3人揃うと、いいんですけれども、貯水量が書く行の字、これがもし見つかりましたね。こういう構成をとっています。旧石油で攻めに行の字はなかったような気がします。それに匹敵する字がここにはね、木片がついている字があるんで、さっと見て見つからなければそれを書きたいと思うんですが、確かなかったんですよね。冷戦が出てきたという内容なものですから、ここの本をちょっと書きましょう。気品がついちゃってますけれども、こういう順が書くと、まあ、当然しっかりとした線ですけれども、ちょっとここが、見づらいですが、この下ですね、均等に
直線的に書かれて言いますと。でそれから比べるとですね、かなり具性なの字は、多分三人の一番優れている字を書いていると私は思うんですけれど、まず左からで強く当たって右の縦で点が入って長く沿った線で書いた後、右上がりの強い3つの角があって少し反った縦の線で点をこう打つという構成を、しています。かなり、練られてまして、この長い横角、右上がりの強い角度でここを広く開けるで、これもわずかにほんのわずか弓なりに沿っている。で左と右で、線の質と太さを変える、やや右上がりにする、それを抑えるという組み合わせで、こうでこうそれに比べてオヨチュンは、均等で、直線的な、配置を取ると。で貯水量は細い線でこう、書いてますんでね、できるだけこう ゆったりめでこう書いてたりするんですけれども、そういう筆使いが、できればこの三者の書き分けっていうのは特徴がつかみやすいかなということですね。で今回ここまでにして、また次回、別の字で解説をしていきます。